リーバックがめっちゃくちゃだ。よいしょ、よいしょ。これはフジテレビの思い出のお茶です。思い出の水です。猫ちゃんです。洗濯大活躍してます。もう大量に洗うものがあります。今日4回ぐらい洗濯しなきゃいけない。詰め替えは空っぽでーす。100円ショップの靴下でーす。買った買った。掃除しました。ここはめちゃくちゃですけど、そしてあっちもめちゃくちゃですけど、うわっ、体がバキバキだ。すいません、今日はマクドナルドです。です、です、です。あれ、さっきのお風呂のやつ終わったよ。何だったんだ？テレビ。え、もうや、いや、つけていい？めっちゃ、うん、おこれじゃん。え、チャンネル違うやつ見たかった。な、何の違うやつも入るかかった。え、この中に、あ、それが先輩いるよ。え、ね、見てたらしいよ、生で。そうなの。その中に先輩もいた。え、東京行ってたの？うん。この坊主の人が家で話しかけられてたんだ。え、いるじゃん、こんな風に。うん。これちょっと飛ばす？うん。どこまで行けばいいんだ？最初なんか今日のラインナップみたいな。どうぞ、本当。あ、待って、この人たちいたじゃん。ん？この人たちいたじゃん。一人たちが。これ桜井さんが言ってたって何ですか？え、桜井くん？桜。赤ちゃんの話。誰が1位取ったの？え、ひじこれ見てたの？見てた。もう全然誰が何だか分かんなかった。あ、もう来るんじゃん。エビタピおおお、いた。うん、ひじちゃんも出てくるじゃん。やだ、かっこいい。かっこいいって、パパと1位しか見てないぞ。うん、パパいた。パパどういうしてる顔。
おいしい、なんで？めちゃくちゃ太ってるじゃないか。お、来た。できた。めちゃめちゃ片言おいしいってじゃあおいしいって一気もおさせとって嬉しい死んでる。めっちゃ、めっちゃまずい見えるな、こうやって見たら。うん、アスパラ乗っかってる。さすが乗っかってる。全員光って前の日ビール飲まなきゃかった。むくんだの？そう、むくんでた。明日がむくんでた、めっちゃ顔パンパン、アンパンなんじゃないか。アンパンマン駅のが一番でかい。でもみんな11歳か12歳、うん、ほらおお肌、うわ、こんなとこ全然見えなかった。横から、なんか吸血鬼みたいなのが口から出てた。コーナー終わっちゃったよ。戻ってきたよ、こっちに。もうすぐやろ。そう、最後選ぶとこ、やっぱ選ばれたのって。いっちゃん、もう普通に乗ってたじゃん、後ろで。え、見てた、見えてたよ。裏のスポンサーの提供でお送りしました。あ、こうやってやつですよ。みーちゃんさ、食べれない。お、わ、顔なんとっぽい。ん、顔まんぱまんぱま
マンパン食ってる。マンパン。マンパン。パンパン。パンパン。え、今は？いや。今普通？普通。なんでこの時パンパンパンっての？絶対マヨネーズ出るじゃない。でもマヨネーズばあちゃんがもらったの赤ワイン飲んだからね。いや、ばあちゃんがもらったやつは飲んでない。髪の毛見て。いや、それ何か。ちゃんと直したけど。余計なことしか、そう、ひーちゃん普通に、ひーちゃん普通に普通に、いや、ほうじゃなくて余計なことしかしないの。いや、ちょっとひーちゃん、ほんとさ、ちゃんとさ、ちゃんとちゃんとこうやって写真がパシって撮れます。パシ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 、いやー、これ、これとこれ、こうやって、チョチパして、チョチこうやって、うん、いや、見えてないじゃん。シュッシュッ、痛いって言ったら、痛いって言ったら、もうやめてやめて、痛いじゃん、もうすぐ、もういいよ、わかったわかった、もういいわ、もういいわ、もういいわ、ちょっと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 、緊張した、緊張したな、カチカチ、緊張した、引っ張らなんてね、うん、ガッチガチに緊張してるの。はい、僕は緊張してません。緊張してませんじゃん。お願い、落ちるって本当。じゃあもうアイス買いに行く。いやアイス買いに行こう。一緒に行こう。あ、お菓子、お菓子、お菓子。じゃあお菓子買いに行きましょう。いいね、これ伊豆さんとにした方がいいよ。お菓子買いに行きます。バイバーイ。バイバイじゃないよ。バイバイ。バイバイ。いや、消すんだって。はいはいはい。一気に来いって間。じゃあもう行きます。ひーちゃんの顔で見えなくなってた。セコマートに。これ見て。誰も見えなくなってる、一気いない、一気いないじゃん、ひーちゃんの頭の下見えました。